明けましておめでとうございます、えー、今年2023年もですねメインチャンネルそしてこのサブチャンネルもですね共によろしくお願いします今年は楽しみなことがあるんですよね昨年2月に契約したホンダのベゼルがいよいよ多分納車されるのが今年なんですよ今のところ延期に延期を重ねて2月納車予定になってるんですがどうでしょうねまあ さらに演技するにしても多分今年中には届くと思うので早く乗りたい。でですよ。自動車に関連してなかなか衝撃的な記事が出ていたので紹介させていただきます。IT メディアビジネスオンラインに掲載されたトヨタは日本を諦めつつある トヨタ秋尾社長のメッセージという池田直人さんが書いた記事ですトヨタといえば日本を代表する企業ですよねそのトヨタが日本を諦めつつある一体どういうことかと思うわけですよ、えー、池田さんは12月にトヨタを取材するためにタイに行っていたと言いますねその取材を通じてトヨタはすでに日本を諦めつつあるということが分かったと言うんですよ衝撃的な事実ではあるがこのまま行けばおそらくトヨタは日本を出ていく それは筆者の妄想ではない。21年の春の時点で、すでに筆者はトヨタの役員の一人から直接そういう話を聞いている。日本政府が35年に本当に内年期間の全面禁止を進めるのであれば、 トヨタは日本を出ていかなくては生き残れないないんてこったっていう話ですよ。日本はっていうか今世界中で脱炭素の流れがあるでしょう。だから化石燃料、まあガソリンとかね、そういうものが悪者にされてるわけですよ。だから電気自動車への移行なんだっていうので急速に進んでるんですが。 ま、かといってね、急に EV 化しようにも素材が高い。リチウムが足りないのに、それでみんなで競争してたら値段高くなりますよね。となると、その普及する上での大きなハードルになってきます。だからトヨタとしては試行錯誤しつつ、できることから脱炭素を進めているんですが、いまいち評価されていないと。日本の自動車産業は20年で23%も CO2 の排出を削減してきたんですよ。じゃあ他国はどうなのっていうと、アメリカは9%プラス。 ドイツは3%プラスという具合に全然減らせていないんですね日本なんてねだからこれだけ減らしてるわけですから世界の中では超優等生なわけですよそれなのにカーボンニュートラルに積極的じゃないみたいなレッテルを貼られているとこれは日本の発信力の弱さもあるでしょうね日本政府の無能さというか筆者はともかくトヨタの主張に耳を貸さなかった政府はその結果まさに出遅れたむしろ世界から周回遅れになってなお BEV の現実に気づかない端的に言ってトヨタはそういう政府に愛想が尽きた政府に向けて何度も発信した仕事をさせてくださいというトヨタ氏の言葉は全く届かなかった一方でタイはトヨタの尽力に対してちゃんとありがとうが言えたその差がどういう結果を招くかがこれから現実になっていくことになる 筆者は日本を諦めてヘッドオフィスをタイと米国に分けておくんじゃないかと予想してますよ実際にそうなるかは未知数ではあるんですけど可能性はありますよね 日本は人口減少社会ですし、若い人は車買おうにも所得が上がらないしね。それよりも、まあ日本を出てですね、活力ある国でやっていきたいという気持ちはわからんではありません。未来を考えて日本を捨てるのが一つの手段だってなってしまってること自体が悲しいですよね。もしそんなことになったらね、 愛知県とか終了じゃないですか。年始から暗い話題ではあるんですけれども、まあ、かなり視者に富む内容だったなと思いますので、これリンク動画説明欄に貼っておきますんで、ぜひ皆さんも見ていただければと思います。ということで、今回は以上です。最後に可愛いポコちゃんをご覧ください。ポコちゃん。明けましておめでとう。尻尾で返事してるね。ポコちゃん。ん <laughs> 自分の顔にかかってるよ、ポコちゃん。いや、可愛いね。たまらんな、この子は。いやー、今年も可愛いいな。はい、おやすみー。